はい、こんにちは、勝又です。はい、ハリーポッター皆さんご存知でしょうか。ハリーポッターに登場する百味ビーンズということで、劇中ではね、鼻くその味とか、もうなんか変な船虫の味では分かんないけど、なんとか虫の味とか、いろいろ出てましたけども。なんで一緒にいなきゃいけないの。一緒にやるから。なんで。だって俺一人だけじゃ大げさかもしれないし、楽しくないかもしれないからさ。いや、私食べたくないもんね。だってグミ大好きじゃん。ずるいね、他の動画撮ってて、はいじゃあこれもっつってピッて一緒に連続でやるとか、やり方がもう。原産国名はタイで、せこい。これね、すごいの。名称ゼリービーンズ、原材料名砂糖、ブドウ糖、液糖、ブルーベリーピューレ。あー、もうこれ当たったら俺死ぬね。次、食塩、バナナピューレ、濃縮スイカ果汁、ブラックペッパー、リンゴ果汁、チェリー果汁、レモンピューレ、デキストリン。あ、側面書いてある。でもなんでこれちっちゃいの買ったの。これしか売ってないの。大きいのがね、売ってない。多分だからそれは、うん、いや、あったよ、この間。どこに。あ、私が見た時は、これの店の時、うん、なかった。これしか。あったよ、これ324円です。あのこの四角いバージョンのあの屋根になってます。だからあれでしょ、劇中のやつでしょ。なかったから。だからそれ要はユニバーサルとかにあるんじゃない。グラスグリーンアップル、開けよう。ちょっと、あ、そこ取れちゃうんだ。ロッテンエッグ、ソーセージレモン、ソープ、トゥッティフルーツ、ボミットウェイターメロン、ウォーターメロン、あ、ウォーターメロンか。バナナ、ブラックペッパー、ウェイターメロン、ブルーベリー、ボッガーキャンディーフロス、チェリー、シナモン、うわディレトアースウォーム、アーワックス。わかんない、もうこっちは字がちっちゃ。やばい匂いがしてる、もう。アースウォーム、こんなん食えないよ。じゃあ私選んでいい。え、あ、選べんのか。味何味か分かんないって劇中ではやるけど、それ選べちゃうのか。あ、はい。え、いや、やめてよ。いや、上から順に。いや、選べないもう。こう、あ、薄さ、それ土味だって。いいじゃん。え、土味っぽいの2つあるよ。うん、だから2つ入ってんじゃない。じゃあ行こうよ、土味いきます。土味、やばい。取ります。ガチで土食えるよ。やばい、これガチ土。いや、これ土か分かんなくない。なんか違う。土だって。ダート、ダートじゃないこれ。だから土。ティッシュ持っときとか。ごぼうじゃん。あー、まあそういうだ、土だよ。ごぼう土じゃん。泥の味。うん、うん、なんで入ってこない。いや、俺も、いや、食べなよ。ハリーポッター好きだから。だいぶ食ったから、ほら。ハリーポッターの気持ちになって食べなよ。はい、これは石みたいなやつ。黒胡椒。美味しそうじゃん。うわ、やば、黒胡椒あるでしょ。これかな。唾液分泌がやばい。ああ、あのね、ガチで黒胡椒、もう一撃で黒胡椒。てかさ、グミじゃないね、これ。なんかグミって感じしなくない。だってジェリーミンズってこうじゃん。あ、黒胡椒の方がまだ食べれるわ。キャンデーすごいちっちゃい。黒胡椒はね、うん、土よりまだいい食べ物だ。まだ食える、うん。これはシナモンかチェリーかミミズ。シナモンはダメ。ミミズだ、これブツブツだから。ブツブツいこう。じゃあミミズいこう。俺絶対やだよ。いや、じゃあ食べて考えてみる。いや、まあ、いや、ミミズを食べたことがないからわかんないけど、最初一瞬果物の味かなって思うんだけど、とても体に入れれるような味はしてない。
一口かじってよ、それだけ。それいや捨てでいいから、もちろん。もうあのエキス、そう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 、それだけでわかる、わかるでしょ言ってること。ちょっと果物かなと思いつつ、なんかさそう、食える味じゃないマシュマロ、あ、それあれだ、砂糖漬け果物味じゃない、あ、違うな、うん、なんだろう、砂糖漬け果物味かな、マシュマロ、耳垢、あ、これは食える。何、本当にあんま、食えるは嘘だな、あんま、あんまい、あ、甘油、甘油ドロップスね、バナナ、あーよかった、びっくりした、シナモンだけはやめてよ。え、これ甘油ドロップってことじゃ、あ、それ甘油ドロップ、かなり甘い甘油ドロップス、本当だね、間違えてないでしょ、甘油ドロップスでしょ、うん、めっちゃ、そうだってなる、めっちゃ甘い甘油ドロップスなんだけど、だってなって出しちゃうわかるでしょ。もうバナナいきます、ミニオン、あ、バナナ1個しかない、知らない、わかんない、あれ1個しかない、そうそう、めっちゃうまい、出す方向にティッシュ引いて、うん、バナナめっちゃうまい、これうまいの、ある、これだ、あるね、これか、食ってみ、マジうまい、え、鼻くそでしょこれ、いや透明だもん、ちょっと、じゃあこれ、はい、やだよこれは正直食っちゃうわ、うまい、これはこれゲロ味、バナナいいんだよね、だからいいじゃん、じゃあいくよ、え、ゲロじゃん、バナナってさスプライトと行くとゲロっつって俺やったことあるけど、マジでまずいんだよな、知らない、やばいよこれ、ゲロいきますびっくりした、え、1個しかない、うん、え、じゃあかじるよえ、むしろかじって、やだ、なんで、うわ頭痛くなるねこれ、匂いかも、うん、え、これどっち、どっち、いやこれこれこれ、いやどっちって何俺の手この匂いだったらやばくない俺これだったらやばいよマジで真面目に、いやでもわかる、ちょっとどっちって言った気持ちはわからんでもないけど、足の匂いみたいな、そうそうなんだよねもう一回書いてんじゃん、ちゃんとどっちって分かった、分かった手で、いやいいよ、分かったもんもうそうなんだよね、なんかね人的匂いがする、ちょっとやばい、これは臭い、あの食えない、間違いなく食えないです、どっちってやばいね編集する人だったら絶対繰り返すじゃん、足全然匂わないよ、そんなにはしないよ分かってるよバナナ食ってよ、やだ、あ、じゃあ分かった、じゃあこれ鼻くそかもしれないからこれいってみるから、私これがいいね、ちょっと待って、それ1個しかないじゃん、綿菓子味挟む一回、え、どうぞ、うん、綿菓子、あ、あと美味しい、うん、美味しかねえな、全部入ってないね、嘘、だってこれ草かスイカのどっちかだよ、スイ、いや全部入ってるでしょ、それスイカだよ、じゃあ草ないじゃん、え、待って、箱の中に草味って書いてある、あるね、これ腐った卵、なんだろう、あ、それそうだよ、そうだよ、それ腐った卵だよ、じゃあそれマシュマロか、耳垢だ、ね、なんでこれ持ってんのに、何それ、どれ、え、それは何よって、だバナナかもしんないから、バナナを共有したいの、だからじゃあまずかじって、うん、はい、何、バナナ、嫌だよ絶対嘘じゃんその顔
バナナ。めっちゃマジで。はい、食べて。そういうことするなら自分で食べて。なんかね、ぶ、物の味がする。これ何？これ腐った卵かな。わかんないね。これいってみよう。何？言って？わかんないんだもん。あ、さっきと違う。これね、これも物の味がする。あのね。うわ、これダメだよ、これなんだろう、ちょっと食えなくないけど、あの物の味がする。いや、嗅ぐだけじゃわかんない。じゃあマジ舌で味わってほしい。何味よ、これは。食えなくないから。違う、何なの、わかんない、わかんない、わかんないけど、あのね、何、キャンドルかな。いや、本当にキャンドルかな。なんていうの、これレモンキャンディ味じゃないの。レモンキャンディ、これ。あ、でもレモンキャンディか。なんだ、物の味。じゃあでも物の味するじゃん。いやいや、普通にレモンの美味しい味じゃん。いやいや、レモンの美味しい味しないよ。いや、めっちゃレモンだよ、これ。もうおかしくなっちゃってんじゃん、俺。食えんだ、海外の。そうそう、だから海外のなんかわけわかんない、なんか、うん、っていうか中にまだ入ってるよ。これ草じゃないの？わかんない。青りんごか草でしょ。これいくよ。ん、うん、青りんごだ。ね、レモンって書いてあるじゃん、さっきの、うん、黄色に白まだら。ほら、青りんご、青りんご。まあ、食う必要はない。青りんごだけど、うん、うん、もうじゃあそのスイカ行こうよ。スイカ、わかんないじゃん。でも分かんなくなってきた。分かるじゃん、スイカ。いや、これ食べてる人もいる。ねえ、何これ、耳クソじゃないの。食べて、食べてじゃなくて。薬、薬の味する。何これ、耳垢だよ、耳垢、うん、薬の味するよ。え、お薬、マジマジ、これね。ね、違う、え、それじゃないよ。あ、残してんの。うん、え、薬、あのね、最初の一口目はまだ全然わかんない。かじってくとわかる。お薬の味がする。耳垢ではない。うん、お薬みたいな味する。味わうのやめとくわ。お薬でしょ、なんかスーッとする、うんうん、もう味を感じる前にやめた。はい、当てて、これ。いや、わかんないよ、もう何か。うわ、ソーセージだ。すごいね、当たり。やばい、ソーセージ。リン酸塩の味がする。すごい、これなんか、なんか本当だね、リン酸塩の味がする。すごい、ソーセージ。ソーセージでしょ。いけって、もうもうちょい、なんかあれに似てる。ちゃんといけって。ソーセージ、もうソーセージしかない。ふわっと、ヨネキューだよ、これ。何それ。だって言ったじゃん、ソーセージおじさん、おいしい村に行けばって。何この青いの。うわぁ、ソープだ。あ、よくわかるね。洗剤の味するもん。これダメでしょ。うわ、ガチで洗剤食ってもん。匂いが石鹸だ。うん、間違えてラッシュ食べちゃってる。ラッシュ公害ラッシュで、そんなにいっちゃったらむしろまずいよ。はい、ペーしてペーして、ツバペーして。すごい。ラッシュ。すごい、これ。ラッシュ。
何をチョイスしてくんのかな。チェリー。ああ。いや、チェリーじゃないよ。あ、チェリーだ。チェリーだけど、やっぱ。投げちゃった。これミミズでしょ。ミミズか。ミミズだわ、これ。チェリーじゃねえな。一回食べた味だ。ほら、思い出した。これがチェリーじゃない。ちょっと色違う。いや、チェリーじゃないよ、これ。シナモン？チェリーかな？あ、チェリーだ。これはチェリーだ。あのね、3秒後ぐらいにね、味わうとね、味が出てくる。でも、チェリーでしょ？チェリー、チェリー。もうやだな、ね。これ何？これバナナじゃないもんね。マシュマロ？でもなんか色やばいよこれ。マシュマロじゃないよこれ。ああうわ違う。何これ。これマシュマロ。マシュマロ、うん、食べてみ。やだ。マシュマロではない味がするよ。なんか甘い。もう食べたんじゃない。全部ブルーベリー入ってねえじゃん、うん、これスイカかな。ああこれさ、宝石みたいだね。スイカだ。奇跡博物館で取ってきたやつみたい。スイカだ。見て、スイカすごいよ。中赤。本当だ。緑の中赤なんだけど。え、これ草だよ、多分。グリーンアップル臭くても。うん。グリーンアップルだ。え、終わり？これ食べてないじゃん。腐った卵？耳垢？あか？何それ。腐った卵。本当に？やべえ、もうガチやば。俺硫化水素大好きだけど。あ、じゃあ土で消しなよ。いやいやいや、なんで？絶対消えるって、腐った卵の風味。ああ、ごぼう。本当にごぼうとしか感じられない。これは？それ耳垢でしょ？もうなんか全然違うな。これは？わたあめじゃん。ああ。ないね、もう。え、だからもう食べたやつを置いてある。だから残しとこうかなと思ったの。いいよ。だって面白いかもしれないじゃん。やるの？かわいそうだよ。あ、そう。だって俺小学校の時にハリーポッター見てあれ食べたいなと思ったけど、うん、やっぱ嫌だったもんね。でも子供は思うじゃん、やっぱ食べたいって。いやー、これはだって見てよ、この数。でも残ったの耳垢と腐った卵とチェリー。いや、これはやばいわ。ビエって言う。シナモンかもしんないよ。シナモン、土もある。シナモンかもしんないよ。石鹸がマジで石鹸だったね。食べてないもん私。いやいや、嗅いだじゃん、うん、これはやばいな。残り4つ。え、これで売ってたの？そう、違うかも。やべえなマジで。ブルブルだわ。これのパッケージむしろねえじゃん。はい、ということで、ハリーポッター大好きだけど、これはもう二度と買いません。あの、経験としてね、よかった。で、それこそ見てないでしょ、だってハリーポッター。これ知らないでしょ。それじゃあ 100% 嫌だよ。でもこれ残しとこうよ。多分私のママちょっと気になっちゃったって、動画で見たらって言って、あれどうなのって聞いてくるよ。いや、いいわよっていう。気になるなら食べなさいよって言って。いや、お父さんにも送る？いや、まだそんなこと言うんだったら池袋でやってっから。あ、そうか。売ってるから。私池袋じゃなくても別にいくらでも売ってるよ。でもこのサイズちょうどいいね。ほとんど食えんじゃん。あの、無駄に高い金払わなくて324円でこれだったらいいよ。お土産に。うん。面白いは面白いけど、一つも食えたもんじゃない。
いや、レモン食べれたじゃん。確かに俺バナナ食えたわ。一つは食える。何かに出会ってください。それでは